カルボジーミドは、化学式 N イコール C イコール N で表される、肝脳元、および、それを含む、化学物質の総称である。カルボジーミドは、水分が孵化することにより容易に、尿素誘導体を形成してしまうため、自然界には稀にしか存在しない。カルボジーミドは、尿素からの脱水反応、もしくは、治オ尿素を原料として生成される。有機合成化学において、 カルボジーミド元を含む化合物は脱水縮合剤として用いられる。よく使われる例としてはカルボン酸に対するアミド結合もしくはエステル結合形成の促進である。脱水縮合を促進させ活腹反応を抑制するための添加剤として1、ヒドロキシベンゾトリアゾールやエノヒドロキシコ白酸イミドなどがよく用いられる。カルボジーミドは アミンからグアニジンを生成する際にも使用可能である。カルボジーミドを用いたアミド結合の形成は一段階で進むが、その一方で様々な副反応が起こる。3である1は、カルボジーミドと反応し、O、アシルイソニ素ソである重要な中間体にを生成する。2はカルボン酸の活性エステルであり、他の物質との反応により容易に脱離し、反応が進行すると考えられる。 2がアミンと反応した場合、目的の化合物である3と尿素誘導体である4を生成する。これ以外にも2を出発点とした異なる反応が起き、目的のアミド縮合化合物とそれ以外の不要な複製生物が両方生成する。化合物2がカルボン酸1と反応した場合、カルボン酸無水物である5を生成する。この化合物5は活性が高いため、 アミンと反応し、化合物3が生成する。不要な複製生物が生成する場合もあるが、この場合は化合物2が転移反応を起こし、安定な N アシル尿素である化合物6を生成する。有電率の低い溶媒である、ジクロロメータンやクロロホルムを用いた場合、このような副反応を最小限に抑えることができる。また、 触媒量のホブットを加えることで、活性エステルであるオーアシルカイチ、オキシベンゾトリアゾール体を生成するので、ホブットと共に利用する場合が多い。ジシクロヘキシルカルボジーミドは、カルボジーミドの一種であり、カルボジーミドの中では初期に開発された。アミド結合やエステル結合の形成によく用いられ、ペプチド化多少合成法に用いられたこともあった。DCC は、 アミド結合形成において高い周率を得ることができ、かなり安価に入手可能であるため広く用いられるに至った。しかしながら、DCC は重大な欠点も持っているため、特に必要のある場合以外では使用されなくなってきた。問題点としては、複製生物である N、N 字シクロヘキシル尿素はろ過である、程度除去することが可能であるが、それ以上の除去が、 難しい DCC は、伝統的なペプチド型称合成法とは相性が悪い。複製生物である N、N ジシクロヘキシル尿素は、使用性が高くかつ結晶性が高いため、ペプチドが結合しているレジンからの洗浄除去が、困難であるからである。DCC は強力なアレルゲンであるため、皮膚に触れた場合は、重いアレルギー反応を示す、可能性があるといったものが挙げられる。 ジーソプロピルカルボジーイミドは DCC の代替化合物として開発された。リクはいくつかの点を除くと DCC と非常に性質が似ている。リクは液体であるため DCC に比べ取り扱いが容易である複製生物である N、N ジーソプロピル尿素は有機溶媒に可用であるため抽出により簡単に除去可能である。そのためリクはペプチド型消合成にも用いられる。 アレルギー反応を引き起こさない1ス3カルボジーミド塩酸塩は水にかようなカルボジーミドである。このため反応終了後に抽出操作によって生成物との分離が可能である。また、陸同用にアレルギー反応を起こしにくい。白色粉末として市販されており入手は容易である。このため現在では数あるアミド結合生成反応の中でも スタンダードの地位を占めるに至った。水にかようなカルボジーミドであることから、WSC あるいは WSCD とも略される。その他の縮合材として使用されるカルボジーミド類を表に示す。ありがとうございます。